はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで昨日お休みしちゃったんですけど、今日は100円ニュースまたやりたいと思います。いろんなニュースがですね、まあ、飛び交う中、一番多分今日話題になってるのはプレイステーション VR じゃないかなと、思っております。まあ、サマーレッスンね、エッチな、まあ、エッチじゃないんですけど、女性と、2人で、イチャイチャする番組じゃないや、ゲームだとか、あと何ですか、アンティルドーンとか VR でできるよとか、まあ、いろんな話題がなってるんですけども、今日はあえて違うですね、話題を取り上げてみたいと思います。Steam もうこのニュースでは何度も出てきてますし、私も Steam 信者ですし、ゲームも300本以上持ってるんですかね、やっておりますけども、待望のですね PlayStation 4コントローラーが、対応が決定しました。その Steam でですね、この Steam コントローラーっていうのが発売されてたんですよ。でこれが結構画期的なもので、十字キーがないじゃないかって話になると思うんですけど、ここが十字キーなんです。でこれもマウスをこうカーサーを動かしたりできるんですよ、ここ触って。でものすごい画期的なコントローラーで、コンピューターを起動した時にその Steam のプログラムも一緒に起動してくるようにすると、マウスとキーボードなしにあたかもゲーム機のようにこれだけで操作できるっていうコントローラーなんですよ。で今回それにプレイステーション4も対応させましょうということで、アップデートが入るみたいです。そうすると今までですね、まあ、コンピューターのその Steam のゲームをプレイステーション4のコントローラーでやるためには、特殊な別のソフトウェアをダウンロードしてきて、このボタンとかを全部一個ずつ設定しなきゃいけなかったりとか、あとこういうですねクロナスマックスかこういうデバイスを買って、これに USB でコンピューターにつなげて、プレイステーション4のコントローラーつなげてってやったりしてたんですね。僕はこれを買ったんですよ、わざわざこのために。5000円ぐらいしたのかな。でも今回もう USB のケーブルをパッてコンピューターに挿せば、これがそのまま使えるんですね。それでプレイステーションのコントローラーってネイティブ、普通にサポートしてなかったんで、もうこれすごいニュースなんですよ。今まで Steam のゲームをじゃあコントローラーでやりたいっていう人はわざわざ Xbox360 のコントローラー買ってきたりとかしてたんで、これからもうそれをやる必要がないということで、ちょっとニュースにしてみました。これでもうちょっとゲームのその PC のゲームが、普及したらいいんじゃないかなと思います。値段も安いしね、いいと思います。ということで今日のニュースでした。ご視聴ありがとうございました。 Peace out。